さっきも編集点かな。はい、編集点。で、もうこれ東海市か。なんだかんだ言いながらもスムーズに来てますよ。もう南鍵山から来てんだ。よいしょ。ああ、鍵は静かですね。アグイノじゃ金せえから、鍵屋のフェルナってそんなに離れてないですね。こう近場に作ったんですね。あ、そっか。間に青木スーパーがあるのか。青木業場さんミスからね。こういう形か。南鍵屋駅ですよね。
え、秋スーパーって夜の10時までさっき、あそこ閉まるの早かったよな。8時か9時には閉まりますもんね。そう、あそこ、アズパークとアズガーデンだけちょっと遅までやってるけど、そこは比較的早く閉まってますからね。三重県は比較的スーパーが遅くまで開いてるところでしたね。12時まで開いてるスーパーって、ローカルスーパー1号館とかもありますね。三市も12時まで開いてるところ結構多いですし。効果なんか、夜中の2時まで開けちゃう全部ありますもんね。で、イオン、マクシマル系がね、24時間がの店舗もいっぱいありますし、ラムーンもトライアルも全部24時間なんで、こっちの方だと本当に、地盤スーパーを8時で閉めるところとかすごく多いですもんね。豊田市でも、めぐり屋とかでも8時で閉まるもんな。うん。どうも夜まで開けるっていうあれがあんまないですね。これがこういうのちょっと曇りますね。さあ、どこら辺まで戻っていこうかな。まあ、帰りは下道でプラプラっと帰っていこうかなと思ってるんで。言ったように愛知県はもうスーパーが結構閉まっちゃってるんでね。
うん。あ、サントラックも来てしまうのか。もう1分か。うん。うん。甘いよ。あ、山中あるやん。山中入ろうか。9時50分まで。ああ、いやいやいや。ちょっと飲み物買いがてら。山中で入ろう。で、